ミンネがサイト内広告？ミンネが年内にもサイト内広告を始めるとある通信社が報じています。実際に IR 情報を見てみますと、売上は横ばいで新たな収益源を見つけようとしているかのようです。一方、クリーマではクラファンやレッスン予約を引き続き手こ入れしていくようですが、新たな新サービスも用意されているようで、それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き、ミンネとクリーマの決算データ、ミンネにサイト内広告が来るかも、クリーマは新たなサービスを2つ計画中です。はい、今日はですね、ハンドメイドテーマです。早速こちらの記事ご紹介しましょう。2023年3月13日ロイター通信の記事です。 GMO ペパボリサーチメモ、ストック型ビジネスは価格改定を実施です。はい、まあ、ミンネの運営母体である GMO ペパボ、まあ、上場していますので、まあ、それの株式に関する全般的なニュースなんですけども、その中でミンネのことが取り上げられていました。では記事から引用します。新たな収益源として収益の多様化を推進する計画がある。一つ目はスキルシェアサービスの提供で、ハンドメイド作品の制作ノウハウや技術をオンラインまたはオフラインで学ぶことができるミンネカレッジ。二つ目の施策として、ミンネでもデジタルコンテンツの取り扱いを開始するほか、登録作家がミンネ上で広告を打てるサービスも2023年内に開始する計画があるです。まあ、オンラインスクール、ミンネカレッジについては、過去の配信でも取り上げました。それからデジタルコンテンツの扱いについても、以前の配信で取り上げました。そちら興味ある方はぜひ私の過去配信を聞いてください。そしてこのロイター通信の記事の中では、さらっとミンネ内で広告を打てるサービスと書いてあるんですよね。確かに実際ミンネでは検索をしますと特に広告は出ないんですよね。一方でクリーマの方は、まあ、ピアスなどで検索をしますと広告が出まして、そこをクリックしますとあるクリエイターのページに行くと。ですからクリエイター自身が検索広告に出稿するということですよね。ですからまあそれをミンネも実装していくんだろうということですね。まあいわゆる EC のプラットフォーム、楽天などのいろんな業者が出品をするネットショップのプラットフォームでは、まあまあ定番の売上アップの手法ですんで、まあこちらは早々にも実装してくるんじゃないかなと思います。でまあそれを実装していきますと、例えばね、デジタルコンテンツも含めて自分たちが売っている商品をより露出させると。で、その結果、ミンネの方も売り上げが上がっていくというサイクルを描けるんではないかと期待しているわけですね。ということで、実際の一次ソース当たってみました。ミンネの昨年末に発表されました株主向けの IR 資料を見てみました。するとですね、確かに売上は横ばいという風に書いてあります。で、せっかくなので、クリーマの決算情報も持ってきました。早速ちょっと比較してみましょうか。登録作家数ですね。ミンネが84万。クリーマが25万。アプリのダウンロード数が、ミンネが1392万。クリーマが1300万。うん、これほぼほぼ近いですね。登録作品数が、ミンネが1568万点。クリーマも1500万点ということですね。だから、すごいですよね。クリーマは25万人の登録で1500万点登録されているのに対し、ミンネの方は84万人登録があって1568万点ですから、まあ、ミンネの方が、なんでしょうね。もう投稿していない作家さんももしかすると多いのかなという感じはします。ただ作家も作品数もアプリダウンロード数もそれぞれミンネの方は 6% から 11% は増えていますので、ミンネの方が比較的まあ始めやすいのかなというところでしょうかね。でそれぞれ流通額なんですが、ミンネが112億円、クリーマが160億円。いやー、クリーマの効率の良さが際立ってますね。
ミンネの IR 資料の中では実は広告については書かれていないんですよ。こういった数字が掲げられていて、あとまあデジタルコンテンツの販売ですとか、スズリなどの扱い量について語られてはいるんですけども、広告については書かれていないんですよね。ですからまあもしかすると、もう少し過去のIR で発表されていたかもしれませんが、今回はそれは含まれてない感じですね。ミンネのもう少し興味深いデータ見ていきましょう。例えば2020年から2022年に向けて注文単価は年々上がっているんですね。2020年の年末がだいたい平均3100円だったのに対し、去年の年末は3500円まで上がってると。ただ注文件数は年々若干下がってる感じですね。2020年の年末が120万件だったのに対し、去年の年末がだいたい100万件ぐらいっていう感じですかね。まあ2年前とかはコロナボーナスがありましたので、まあそれの反動とも言えるんでしょうけども、それでも件数が減って単価が上がっていっているということは、まあより高付加価値なものを少ない人数の方が求めているということなんですかね。そしてカテゴリー別流通額前年同期比です。はい、要は前年に比べて売上が伸びたカテゴリーは何かというものです。ファッション、家具、生活雑貨、食品の順で流通額が上がったそうです。バッグ、財布、小物、食器、キッチンなどは若干 1%、3% 下がっているという感じですね。さあ、それでですね、せっかくなのでクリーマの方もいろいろ見ていくんですが、クリーマの方はクラウドファンディングとそれからレッスン動画プラットフォームのファンティスト、これを今後も手こ入れしていくということが書かれています。一方で興味深いのは IR 情報39ページです。新サービスのさらなる創出、クリーマとシナジーの高い各種新サービスの開発検討が進行中。2023年2月期以降も順次新サービスをローンチできるような投資を継続するということなんですね。現状をニュースを見ますと、もう3月ではあるんですが、残念ながらローンチはしていません。ただまあここまで書いていますので、何かしらの動きはやっているんだと思います。ですので、春の今度のまた決算資料などでこのあたりは紹介されるかもしれませんが、具体的にですね、もう2つというふうに明言しているんですね。クラファン、レッスン動画プラットフォーム、そしてプラス2つということをして、またさらに売り上げを伸ばしていこうということなんですよね。で、これ皆さん何だと思います？ね、ちょっとこういうサービスで考えて楽しいですよね。で、私はですね、まず IR 情報の中に頻繁に出てくるキーワードがあります。それがクリーマ経済圏という言葉です。なんかね、楽天経済圏みたいな感じですけども、まあクリーマの中でさらにいろんなこう流通をさせていこうってことですよね。そうしますと、このクラウドファンディングやレッスン動画あたりと相性がいいのは、やっぱりオンラインサロンかなと。まあ継続的に定額課金で、まあ先生のオンラインサロンがね、運営されると。このあたりはなんか順当なところでありそうな気はします。で、もう一つはですね、クリーマ安心決済というのがありますよね。というように、まあ、プラットフォームが大きくなっていきますと、大抵の場合、こう、金融に着手するということがセオリーです。そういう意味では、クリーマ経済圏でもしかすると、クリーマペイなどが出るかなと。どうですかね。ただ、この IR 情報の中では、クリーマ自身が商品を預かって、商品を発送するというようなことも書かれているので、まあ、Amazon のような FBA、要はその物流サービスの代行ということもあり得るかもしれませんね。でもいずれにせよ、金融やそれから物流の代行というのは、要はすでにあるものを手こ入れするサービスなので、お客様が見えやすいんですよね。今いるお客さんに営業すればいいだけなので。ですので、まあ当たらずとも遠からずと僕は思っていますが、はい、今後のクリーマの動きに期待注目していきましょう。はい、というわけでアフタートークです。今日はですね、仕事を早退して
手術後の検診に行ってきました。手術後の検診が2回予定されていて、それをあらかじめなんか紙でもう渡されていたんですね。で、それの1回目ということで行ったんですよ。最初紙を渡したら、心電図取らなくていいんですかって言ったら、いや紙に書いてませんと。で、待ってたんですね。そしたら数分後に、心電図取ってくださいとやっぱりそうでしょと心の中で思って、心電図を取ってもらいましたと。で、今度はまた先生に呼ばれるんですが、そうしたらですね、先生がですね、紙を見てですね、あれ、今日別に来なくてもいいかもしんないね、なんていうことをあっさり言われてしまってですね、おいおいおい、待ってくれと。待ってくださいと。いう感じでですね、本当に先生と5分ぐらいお話をして、今日の検診は終わってしまいました。はい。私の540円と時間を返してくれ。いやー、こういうことあるんですね。一次ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信、週に1回の無料のニュースレター、不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報を発信していますので、よかったらフォロー、登録、よろしくお願いします。かつて、新聞の一面広告に、みんながホワイトデーのお祝いメッセージを載せるという広告がありましたが、今でもやっているんでしょうか？というわけで皆さん、いってらっしゃい。